587年当時のガリア地方の地図。黄色はクロタール2世の当初の領地。613年には地図の着色された部分をすべて引き継いだか征服した。クロタール2世はメロビング町の三代目統一王。キルペリク1世の蜂を出抜し、584年に彼の父であるネウストリアの王キルペリク1世が死去し、ネウストリア王位を継承したが、 彼は生後4ヶ月であったため、597年まで彼の母であるフレデグンドが世相をしていた。また、オジブルグンとオーグントラムが後見人となっていた。599年、いとこのアウストラシア王のテウデベルト2世、ブルグンと王国のテウデリク2世と戦った。テウデリク2世とは、たびたび戦ったが、613年テウデリクは死去している。ブルグンとは、 テウデリクの息子シギベルト2世が継承したが、シギベルトの祖母であるブルンヒルドが支配していた。613年にブルンヒルドとの戦いに勝利し、フランク王国を統一。パリへ戦と、ブルンヒルドは捕らえられ処刑された。614年10月18日にパリ直令を発布。各文王国の貴族の要求を受け入れる形で、救済へ権限を委任。 また、教会へ、裁判特権を与えた。623年に、アウストラシア貴族からの要請を受け入れ、息子ダゴベルト一世を、アウストラシア王とした。また、ピピン一世をアウストラシアの救済に任命したが、アウストラシア王国の実権を握っていた、ピピン一世を呼び、メッス司教アルヌルフは、ダゴベルト一世を操ることで権力の維持を図ったと、される。 629年、クロタール2世は死去し、ダゴベルト1世がアウストラシアに加え、ネウストリアブルグンと王位も継承し王国は統一された。また、ダゴベルト1世はイボテカリベルト2世を秋田に会おうとした。ありがとうございます。